こんにちは。キラーカーンズ元チャンネル新企画 YZF-R7 いじってみます。第1弾ですね。どうもボンです。前回の動画を見ていただけましたでしょうか。前回の動画をちょっとだけ振り返り、メンバーに内緒でヤマハ YZF-R7 を増車聞いたタッチ、前回の動画でカミングアウトしましたよね。まあしかしびっくりしました。しかもアクロバビッチのマフラーも注文していたことを知ったポンは、じゃあいじってますシリーズやっちゃいますかと軽い感じで言ったのに、タッチが動画を準備しちゃったポンだから、結果ボンの仕事も増えましたってことで新企画がスタートしちゃいます。まあ、ターチの財力が続く限りこのシリーズが存続しますので、皆さん応援よろしくお願いします。それではどうぞ。何まだ見てない、見てないっていう方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。マフラーの交換と、あとはラジエーターのガードですね、こいつをつけていきたいと思います。マフラー交換だけであれば、このサイドカウルのこのちょうどこの下から、あ、真ん中から半分ですね、ここ外せば多分やれると思うんですけど、今回はそのラジエーターのコアガードも一緒に交換するので、ここ外して両サイドを外してね、このカバー外して、両サイド外して、こいつも外して、ここは一体でアンダーを外してやって、それからまずはコアガードつけてマフラー交換っていう手順でいこうと思います。このカウル類を、まあ、外していこうと思いますが、まあその辺は他の YouTube にあるので、まあ割愛していこうと思います。ある程度サイドカウルは両サイド外しました。でしまった、アンダーカウルは外すのまだ忘れてた。マフラー、マフラーはこいつです。アクラですね、これの車検対応になりますね。大して音は大きくはないと思うので、そのレベルは測らないんですけど、音質をね、純正と比較するのに純正の音を取るの忘れていたので、今から取りたいと思います。アンダーカウルを外してマフラーを外し交換していきたいと思います。はい、では純正のマフラーを外していこうと思いますが、多分ねちょっと手探りでやっていくんですけど、このステップの奥に弁当箱を止めてるボルトが両サイドの向こうとこ来たので、これはねステップが邪魔なんで、これね、ユニバーサルジョイントを使って外していこうと思います。ここの左右と、まあ、このセンサーですね。と、まあ、あとは、フランジのところですね。そこぐらいじゃないかなと。外すのはそれぐらいじゃないかなって今ちょっと思ってます。まあちょっと手探りでやっていきましょう。とりあえず今のところ外してやってみましょうかね。はい。純正のマフラー外しました。やっぱり予想通り、ここと両サイドですね。このステップの裏の見えるかな、ここ
両サイドここと、まあセンサー、センサーと、あとはフランジの、フランジですね、ここの。で、全員4箇所。だから、1、2、3、4、5、6、7。7箇所外せば、取れますね。はい、じゃあ、今度は、交換するマフラーを、つけていこうと思います。はい、では開封の儀が終わりました。これが浮き輪の儀ですね。で、この間にこれですね、触媒がこうやってね、中に入って弁当箱あるんですね。弁当箱をつけて、で、サイレンサーという形ですね。この弁当箱もこれつけるんですね。これつけてまた同じように両サイドからつけないといけないですね。はい、ではつけていきます。一つね、こいつ、この線何かなと思ってたんですけど、わかりました。O2 センサーがね、確かね、この辺についてたんですよね。この辺についてたんですけど、アクラここなんですよね。で、ここね、届かないんですよね。届かないんで、ここまでが。届かないんで、こいつを、今ここ、O2 センサーずっと外してって、ここに、この、プレートですね。このプレートがついてるんですけど、これを外して、で、ここに、どれだ？これか。これですね。ここの奥、これですね、これ。これを O2 センサーの、ここにカプラーあるんで、この付属の延長コードをつけて、伸ばしたいと思います。はい、ではやっていきます。よいしょ。はい、ではですね、まあ、難なくここで O2 センサーをぐるぐるぐると通して、こんだけ延長ですね。で、ここからまた元のオーツセンサーをつけて、ぐる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 と、えい、ここまでつけました。じゃあ、あとはね、弁当箱をつけて、サイレンサーだけだなと、をつけていきたいと思います。はい、じゃあ、とりあえず、ですね、今弁当箱まではつけました。まだ仮締めですけどね。あとはサイレンサーをつけるだけなんですけど、まあ、この奥のこの弁当箱はね、なかなかこの穴が合わずに、まあ苦労しました。ここまで、まあ、ここまで行き、あとはサイレンサーだけなんで、対して時間かかんないと思うんですけど、まあ、この弁当箱のこのね、つなぎ目というかね、苦労しました。ということで、あとはサイレンサーをつけていきたいと思います。はい、ではサイレンサーもつきました。で、脱脂もして、スプリングもつけて、フランジのネジも、一応規定値のトルクで締めました。ということで、まあ音聞いてみますか。
まあ予想はしてましたけど、そんなにやっぱうるさくないですね。低温になったっていうぐらいですかね。まあ見た目がかっこよくなったんでね。ああそれだと、まだ部品がね入ってたんですけど、これはタンデムステップを使った場合だと思うんですけど、私は今回このアブラボビッチのブラケットを使ったので、この部品は使ってませんけど、あとは部品余ることなく取り付けできました。さあじゃああとはコアガード、こいつはね、こいつはめんどくさいんですよ。この、まあ、こっち側今外してるんですけど、向こう側のこの2箇所ですね、ここを外してそこを使ってこれを取り付けと、こいつのために今回こんだけこれ変わらずしてるので、まあ、ここまで来ればすぐにつけられますね。じゃあこれをつけて、カウルを戻していきたいと思います。いい、じゃあカウルも元に戻して、どうすか、こんな感じですね。なんとか取り付けできました。こんな感じですね。よし、よし、じゃあ今回はガジェット FR7 いじってみます。第1弾、マフラー交換でしたね。第2弾第3弾とあるんでしょうか、わかりませんが、それでは今日はここまで、また次回あれば動画を撮っていきたいと思います。